おはようございます。速稼塾の久保です。まあ、お金を稼ぐ方法といえば大きく分けて2種類あるんですよね。一つは体力や時間をお金に変える方法ですよね。もう一つは知恵とか考え方、経験をお金に変えていくやり方です。まあ、当然ですけども、後半の知恵や知識をね、こういったものをお金に変えていくっていうの方がパフォーマンスはいいわけなんですよね。まあ、なぜなら体力はどんどん落ちていきますし、人生っていうのは時間がどんどんなくなっていくところに、お金を稼ぐために時間を使えばもっともっと時間はなくなっていくからなんですよね。でもですね、やっぱり私たちは使った時間を、使った過去をお金に変えていく方法、要するにこれが知恵とかね、そういった経験をお金に変えていくことなんですけども、こういうふうなことができると本当にいいなと思うんですよね。私は2017年に FX を始めました。最初の1年間は全く勝てませんでしたね。ずっとマイナスでございました。マイナスの中でどうやったらプラスになるのか、なんでマイナスになったのかという、そういうふうな経験や知識や知恵ってものをずっと蓄積していった結果、2018年からその失敗や知恵や蓄積をですね、使えるようになってきたわけなんですよね。まさに私ね、人生の縮図がここに現れてるなと思ってるわけですよ。私はまあ47歳で未だにね、結構体力がある方なんですけども、怪我もすぐ治っちゃうんですけども、これはやっぱり10代の頃にしっかりと体を使ってきたおかげかなとは思うんですよね。10代の頃そういうことをしてなかったら、体を動かしてなかったら、もしかしたら怪我の回復も遅かったかもしれませんし、体力もすぐにね、なくなってしまって、いわゆるね、継続力がなかったかもしれないですよね。まあ、そういったもろもろの過去を私は今こうね、使わせてもらってるっていうかね、幼い頃そして若い頃の余力で生きてる部分があるのかなと思っております。まあ、そしてですね、どうやったらその知恵がつけられるのか、知恵とか経験っていうのを実践できていくのかってことなんですけど、私なりに考えたのは、先人からの知恵を愚直にそのままやるってことが、まあ、基本になってる方も、思うんですよね。もちろん全てを言いなりにやればいいってことじゃなくて、多少は自分なりにアレンジを加えるんですけども、真っ向からですね、これを破っていったら、これは知恵を蓄積のしようがないのかなと思います。やっぱりね、昨日ですね、私の Facebook のタイムラインにある方がですね、私の言葉をシェアしてくれたんですよ。で、ダイレクトメッセージもいただいて、この言葉を使わせてくださいっていうふうに来たわけなんですよね。まあ、それはね、Facebook を見ていただいたら分かると思うんですけども、どういうことかっていうと、余剰資金の概念ですよね。余剰資金っていうのは10秒後になくなってもいいお金のことだと。私は余剰資金でしか勝負しないっていうふうに私は書いたんですけども、画像付きでね。そしたらそれを使ってくれたんですよね。でもこれは私当然ですね、そういうふうに私も教わってきましたし、余剰資金で投資をやるものだっていうふうに認識してます。そして愚直にそれをやってるんですよね。だからこう全損とか大被害とか老媒とかがないわけなんですよ。ただこの、知恵や知識っていうものを使わずに、自分なりの過去やね、それから失敗の経験を生かせずにまたやってしまうとですね、大きな痛手を被る、もしくは大きな不安を心に抱えるってことになるんではないかなと思うんですよ。特にね、投資ってのはお金が、投げると、資産を投げるって書きます。投げちゃうわけですよ。もうゴミのように投げちゃうわけですよ。それから金融ってのはお金が溶けるって書くわけですね。どっちも、まあ、ですんで、金融とか投資に関わるってことはなんだって考えていく必要があるのかなと思っております。皆さんどういうふうにお考えでしょうか。それでは、いってらっしゃい。